りあえずあの各地のお土産、近くのお土産を探しているんですが、はいはい、今日はそういうわけなんですね。やっぱその食べ物はダメなんで、なるほど、送るから、うん、そう、まあ、ちなみにオリーブのそうめんは私自分のお土産で買いますみんなへのこのお土産はやっぱり食べ物じゃないとして、はい、やっぱザ・うどんじゃないですか。そうだよね、うん、これポカどうですか。うどん県の検証バッジ、あ、これめっちゃいいじゃんね。バッジだってこれめっちゃいいじゃん。これいいよね。これいいね。これにさ、サインとか入れてさ、サインかける、これ裏、あ、裏側にね、細マジックに。なるほど、これありじゃない。これかわいい。これもいいかも。クリアファイル誰なの、誰なの。うどんくんですか。うどん系、そうか、バッジいいか。バッジもいいね。これすごいかわいいじゃん。そうだよね、うん、ほら議員バッジみたいなね、うん、まあ、そうしようか。でもこういうクリアファイルとかうちわとかの方がドーンってサインはかける。確かにサインはしやすいね。じゃあこっちかこっちってなるから1個ずつですね、まあ、そうしようか。バッジ1の、あ、こっちもあるじゃん。うどん家、あ、こっちの方がいいね。こっちの方がいい。キャラがいない方が、うん、あ、じゃあこれとこれにこうしましょう。セットでいきますか。はい、消しゴムあ、いや、はい、これとこれで、はい、これにします。決定しました。香川のお土産、こちらクリアファイルとバッチです。これとかどうですか。鶴の T やっぱこういうね、絶対普段自分じゃ買わないだろうっていうお土産、これ鶴ってあったらいいのにな。さすがにそれはないんだろうな。漢字もあるのね。漢字があるね。なんかこう関連してるのないか。神もない。神もないね。あ、鶴だから羽かな。羽ね。富士山。これ富士山じゃない。山梨といえば、あ、いいね。ね、いくらですか。495。この上は何だ。予算ない。これ目が飛び出してる。そういうことね。ビロローンね。なるほど。いいです。これとかどうです。武田信玄のバッチ。武田信玄バッチどうかね。武田信玄バッチね。うん。これでいいんじゃない。どう考えても山梨だよね。うん、確かに。あれはどう見ても山梨。富士山グッズはちょっとだから、静岡と二分するからね。そうだね。どっちも富士山グッズでいいんじゃない。確かに。どっちの富士山グッズがいいかっていうね。そうだね。ここで、ね、これにしてさ、ここは赤く塗ってさ、鶴ちゃん顔を描いて鶴ちゃんにしたい。ああ、なるほどね。あ、じゃあそれでいいんじゃないですか。本当は鶴さんにしたいよね。確かに。ここだから日本一じゃなくて日本、4周にしてる改造しすぎな。静岡でも富士山グッズをすればいいでしょ。ここ富士山棒これにしようか。じゃあこの源泉、この中から源泉の富士山棒。あ、まだ個体差あるからね。そう、ちょっとじゃあ主催がいい富士山棒を選んでもらっていいですか。見てるよ、この道30年選ぶのにすごいじゃん。30年選び続けるって、うん、当たりしかないからね。いや、これかな。それですね。お願いしましょう。決め手はなんかね、白のノリが良かった。ノリが良かった。お土産はこちら。富士山。富士山。富士山。豆腐。ある？食が多いか。まあそういう片隅のやつよね。あ、なんかさ、あれは？それ。出た。最高じゃん。これじゃん。こういうやつじゃん。
上高地です。あれじゃん。いくらなんだろう。北アルプスのほうとか。ああ、いいじゃん、これ。北アルプスめっちゃいいとこにあるんですよ。北アルプス南部。ややこしい、うん。これは売り物じゃないのかな。すごくいいね。うん。あ、これじゃない。あったあめちゃくちゃいい。いいじゃん。400最高。もう決まったじゃん。どっちがいい、こっちがいい、こっちがいい。上じゃないかな。上でしょ。また北アルプス。絵面のキャッチーさこっちもいいけどね。やっぱなんかさっていう。そうだよね。はい。決まりました。決まりました。こういう日もあるんですね。北アルプス南部の地図手ぬぐい。こちら。ね、せっかくだからもうちょっといろいろ見るっていうのもいい、ね。一応ね。けちゃうんだから。ご当地感ありますね。あるね。あ、吹き味噌。吹き味噌ね。いや、見てえな。あ、これいいじゃん。シャキシャキしたわさびの食感と椎茸の旨味を生かした味噌。もうこれ米乗せてる。最高だし、お酒のつまみにも最高。あ、豆腐に乗せてもいいのか。なるほど。これでも完全に俺お土産として自分へのお土産だな、これ、味噌たっぷりをこちらゲット、個人的にゲット。じゃあ、今回のお土産はこれと、個人的にはこれですね。これとこれは食べ物まで送りません。食べます。私がいただきます。いただきます。買おう。はい、どうも。鶴ですよ。はい、まあ、配信キーワードお土産企画ですね。はい、はい、の、まあ、全部いろんなところからのお土産にサインを入れてるんですけども、はい、初日のグッズが、うん、まあ、初日渋谷だったじゃん、はい、初日のお土産なかなか渋谷のお土産ってなんだろう、そう悩みましたよね。なんかですよ、はい、なかなかないじゃない、ないですよ。いいの見つけたんですか。ちょっと見せてください。それ一体何が今回選ばれたのかね。見つけたんですよ。いろいろ考えたんですよ。ハチ公とかね。あ、まあそうですね。ハチ公やひもやいろいろあるんですけど、もうね、渋谷ですから。そうなんですよ。まあこれかなと。はい。渋谷のお土産はこちらです。はい。じゃん。渋谷。言い方、言い方。言い方よ。渋谷。渋谷。渋谷。いいですね。かなり。渋谷。紫っていうのもなかなかいいんじゃないですか。いいよね。渋谷。うん、これサイズは？渋谷はこれ何ですかね。書いてない。書いてないんですね。あ、フリーサイズ。フリーですかね。フリーなんだ。ええ。お、へえ、うん。日本製って書いてある。ちなみにちょっと私当てたらどうなる？そうですね。ドン君がいけんならもうほぼ全人。うん。あ、いけるんじゃないですか。いけるね、うんうんうん、まあだから L ぐらいかな。そうだね、うん、え、XL よ、これ XL それで L よ。なんでよ。ぴったりだもんな。なんでよ。はい、でね、みんなにこれね、全部お土産にはサインを入れようっていうのが、はいはい、ちゃんと渋谷にも。あ、渋谷だもんね。まあ、これ期待しているかいや、ここ秋のじゃない。あ、そういうことね。あ、着るようにするか、もうやっちゃうかってことね、うん、やっちゃうか。そうだよね。これやっちゃった方がいいだろうね。そうだね。やっちゃうよ。じゃ引っ張るから、これ書きやすいからね、これ。あ、どうもどうも。うん、太い方で。あ、いっちゃおう。はい、うん、あー、気持ちがいいね。うん、秋の厚し。いや、厚しや。秋夏シエー、秋夏シエー、いいね。俺のよあれだ、学童保育の先生の名前みたいなね。鎌田先生ね。カマンベイビーやーだ。カマンベイビーやー、カマンベイビーやーって言われてた。あ、そう、カマンベイビーまでなんだね。その後イヤーだ。カマンベイビーやー。なんなんすかベイビー。いい名前つけるよね、子供って。くっつけられなかった。
先生や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 神田先生や先生や先生やいいないいなすごくいい下の勇者だな。火災ドンよしよしよし。YOSHIKI YOSHIKI でももうこれさ、YOSHIKI の Y からスタートだからもうここで言えか確かにね葛西ドン YEAH 名前変わっちゃうのよ葛西ドン YEAH のいいじゃん、うん、はい、いいじゃんいいじゃないいいじゃないいいんじゃないですか美味しい上がりになりましたいいですね、スペシャルバージョンスペシャルバージョンでねいいですねはい、はい、これがまあ初日のお土産ということ、はい、渋谷のお土産なんで、はい、これもだからあの当選した方、うんはいね届くのを待っててください届いてどうしようっていうものも、ね、そうね、そうだね、まあ、額に入れて飾るとかメジャーリーグのユニフォームみたいな感じでさまあでもこれを着てくる強者がいるかもしれないまあまあ、まあ、そうだ当たりましたのね、うん、確かに、そうそうそう、確かにまあでもパッと見これ渋谷って書いてあるようにはまあまあ見えない、ね、見えないから多分使えると思う、そうね、いやもう使えなくなってこっちのせいか、ここ、うん、渋谷よりもこっちのせいかでしょ、使えないのよ、そうかそうか、もともとはいいデザイン、うん、そうだねはい、というわけで、まだまだ他にもお土産ね発生 し,、はい、しますんで、はい、皆さん待っててください。行きます。いや。